岡田君のね、ものの捉え方の特徴っていうのはね、まずまあ見てほしいのがね、体幹が非常に安定してるんですよ。頭、つまり目の高さとかがあんまり変わらないよね。大きなものを描いていくと、普通なんか我々はこう、下を描くときにはね、しゃがんじゃうし、体を大きく動かしてしまうんですけど、ここね、こう、まあ大きいから下の方はね、しゃがむにしても、こう目の高さがあまり変わらないんですよね。でね、そうだな、彼の描きっぷりはね、ロッククライミングをやってるようなイメージ。まずさ、最初にきっかけをつかみますね、描き始めたとこがある。だからその近くの変化した部分を探る。で、少し軽く探ってみて、よしと思ったらそこが強い調子になってくる。で、強い調子になってきて、またその近くの取っかかりを探す。で、またそれを確かめつつ次に行くっていうね。で、だん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 こう岩山をこう登っていく、また下っていくというような、そういうふうなイメージを持って見てもらえると、非常にリアルに感じられるんじゃないかと思うんですけれども、手が画面からね、ずっと離れないよね。ずっと手がついてます、画面ね。ちょっともう一つの特徴はね、輪郭線をいきなり行かないで、どちらかというと稜線に当たる体の一番何ですかね、出っ張ったところを追っていくように思うんですけども、だから普通顔を描いたら後頭部を描きたくなるし、向かって左の肩を描いたら右の肩を描きたくなるけれども、ずっと尾根を伝っていってるように下に下っていってるでしょう。そう、だから形をね、紙の空間から切り取ってるっていうよりも、空間の中からこう出っ張りをこう拾ってってるっていう感じで、岡田君の黒木はね、意外と輪郭線ないところが多いんでね、描かないところが多いしね、そこが特に抜ける空間になってるんでね。最初に形を探ってたベンガラ色ですね、レンガ色、それと黄色のパステルが混ざることによってね、まだ2色しか使ってないんだけれどもね、コスチュームの豊かな色味が出てきますね。で、画材の色の組み合わせなんかかなりね、入念にチェックして決めてるよね。僕らも普段ね、使ってないものをいきなり本番で使ったりということはたまにあるんですけども、そういうことでこう、新鮮味というか、自分の中でやっぱりハプニングがないと、新鮮味がないんですよね。ね、クロッキーをやるときのね、我々の面白さっていうのは、まあ、形が取れていく楽しさもあるんですけどね、時間の密度みたいなのが変わるんですよ。だから10分がね、普段暮らしてるときの10分と、こう描いてるときの10分って、こう濃度というかな、時間の、そういうものがなんかこう濃くなっていくのね。パステルの赤茶色、黄色、グレー、それから今チャコールペンシルに変わっていきましたけれども、やはり最初言ったようにね、こう尾根を伝っていくような感触、画面からほとんど手が離れませんね。かなり体感時間違うよね。まあ、先ほどね、上田君のクロッキーとはまた全然違うね、色を使ってるからというだけではないし、拾い方も違うんですが、絵画空間の意識も違うんですよね。岡田君の空間っていうのは非常にこう浅く、深く深くではなくてね、浅い空間で作っていきますよね。背景にある形もね、入れて、垂直線とか水平線とか基準になる線を入れることで、傾きとか質
感とかを表現しているかと思います。お疲れ様です。